それでなぜカノンはこんなことに？それが私にもよくわからないんです。今朝カナオがなかなか起きてこなくて様子を見に行ったら。そうですか。ひとまずカナオの面倒を見てくれませんか？え、俺がですか？私はこれからどうしても外せない用事があります。その間で構わないのでどうか。わかりました。でもどうしたらカナオは元に？それは私の方でも調べておくので。それではよろしくお願いしますね。あ、はい。とは言ったものの、何をしたらいいんだ？キルル。ああ、もしかしてお腹が空いたの？キョー。そっか、タヌキって一体何を食べるんだ？あれはリンゴ？もしかして果物が好きなのか？キャッキャッ。それなら山へ行こう。ふう。山に行けば果実はもちろん、この時期なら栗も落ちてる。どうかな？一緒に行かないか？にゃー。よし、それじゃあ出発。で、カナオちゃんがなんでそうなったかはしのぶさんもわからないと。そうなんだよ。ところで、どうして善逸がここに？今夜の任務だよ。なんかこの山に出るんだって。出るって、幽霊じゃないんだし、鬼なら首を切ればいい。分かってるよ、分かってるけど、いつ死ぬかわからないから怖いんだよ。大丈夫、善逸ならきっとうまくやれるさ。炭治郎。あ、カナオちゃん。カナオ、どこに行くんだ？キュー。これは栗？ああ、タヌキは栗も好物らしくて、それで反応したのかな。キャン。で、ああ、カナオちゃん、そのまま食べたらダメだよ、トゲが。ああ、前足から血が出ちゃってるね。よし、応急処置をして栗は焼き栗にしようか。え、炭治郎、包帯なんて持ち歩いてるの？鬼の攻撃を受けて手に力が入らなくなったり、指や腕が折れたりして日輪刀を落としたら大変だろ。そのための対策だよ。え、折れても戦い続けるつもり？炭治郎、恐ろしい子。何を言ってるんだ、善逸だって意識を失っても戦う鬼殺隊の鏡だよ。炭治郎、俺全然記憶にないんだけど、褒められてるんだよね、嬉しい。はは、大げさだよ。ん？え、なになに？野生のクマ！いやー！キュー？キャンキャン！カロン？どうしたって、あれは野生のタヌキ？え、タヌキ？なんだ。で、この子、怪我してるじゃん。もしかしたらイノシシ用の罠か何かに引っかかって負傷していたのかもしれない。さあ、こっちにおいで。え、警戒なしに炭治郎に寄ってる。炭治郎、動物とも話せるわけ？いや、そういうわけじゃないけど。さあ、できたよ。もう怪我しないでね。行っちゃった。しかもその間にカナオちゃん、さっき炭治郎が焼いた栗をもう食べてるし。キュー。このままでも食べられそうだけど、焼いた方が食べやすいと思ったけど、よかった。カナオ、ゆっくり食べるんだよ。キャン。あ、そろそろ夜になるね。そうだ、善逸、任務は？ここを曲がったところって聞いたけど。行きたくないよ。大丈夫、善逸なら無事に帰ってこれるよ。何かあったら俺も駆けつけるから。何かなくとも一緒に行こうよ。それは協力したいけど、俺はカナオのこともあるし、しのぶさんのところに送り届けないと。うん、そうだよね、そうだよね、俺一人の任務だしね。
善逸、俺だって明日からまた任務続きなんだ。だから一緒に乗り越えよう。ああ、炭治郎ってば、なんでそんなに前向きなんだよ。まあいいや、かなおちゃんを守ってやれよ。もちろん。じゃあね。きょーん。さて、俺たちも帰ろう。ミミズク？そうか、タヌキの天敵だったのか。それで怖がってるんだね。大丈夫、俺がいるから。キューん？なんだこの匂い。普通のミミズクとは違うような。危ない。なんだ、仕留め損ねたか。まあいい、次は外さない。鬼？まさか善逸の任務の鬼じゃ。何をごちゃごちゃ言ってる。うん？なんだそいつは。タヌキ？いや人間か。まあいい、どちらにせよ好物だ。ダメだ、カナオには指一本触れさせない。なんだ人間、お前鬼狩りだったのか。食ってやる。血鬼術。なんだ風が強すぎて前が見えない。技を出してかき消すんだ。水の呼吸八の型滝つぼ。俺の風が。くそ、こうなったら力ずくで、あのタヌキからだ。カナオ、くそ、動きが素早すぎて、どうしたら。雷の呼吸、一の型、霹靂一閃、六連。善逸。鼻の呼吸、二の方、三影梅。カナオ、いつの間に戻ったんだ。いや、それよりも俺も加勢しなきゃ。水の呼吸、三の方。はっ。あれは夢だったのか。そうだ、遊郭で戦った後、機能回復訓練をまた受けて、それで疲れていたのかな。炭治郎。え、カナオ、どうしてここに。でも、なんだろう、匂いがカナオじゃない。それに尻尾のようなものが見えるような。あの時は、ありがとう。あの時？どうしてもお礼が言いたくて。今度は、間違って罠に引っかからないように気をつけるね。それじゃあね。これは葉っぱと木の実。あ、そうか、あの時の野生のタヌキ。助けたことは夢じゃなかったんだ。今度は気をつけるんだぞ。